さあ、朝活爪チャレランやっていきたいと思います。実践爪チャレを40問とって、ちょっとね、まずと言いますか、もっと頑張らないといけないなっていうふうに思ってるんですけど、爪チャレランでね、ちょっとね、記録が更新できるように頑張れればと思っております。さあ、行きましょう。90秒ですかね。これ一瞬のひらめきですよ、ね、と言いながらも、これね、一瞬のひらめきで点数稼ぎたいですよね。むむ、むむ、全然解けてない。10問ぐらい生きていいと思ってたのに。10問とか受け狙いでしょ。6問か。途中で引っかかったのが痛かったですね。もう一回いきましょう。よし、頑張るぞ。まあ1回目はお遊びです。2回目からが本番しよう。問題に恵まれた問題もありますけど、問題に恵まれてる問題もあるっていう噂があったりなかったり。から飛車か。あ、おのれ、おのれ、自分が悪いんですけど、ただただてめえが悪いだけの話。おのれとか言ってるけど、ただただてめえが悪いだけの話。うかつ、うかつすぎる言って、うかつないって言ったら恐ろしいですか。ここまで解きたい。So, apparently, only people with IQ over than 180 can solve this level.